好きになっったらどううななちゃうんですかね <laughs> 好きな人にはやっぱりなんか嫌がられたらどうしようとか「好き酒」って言うんですか「<laughs> 僕の好きな女の子じゃない」って思われてるんじゃないかって <laughs>。<laughs> カジュアルな格好でって言われてたんですけどあのちょっとあのやっぱり直前になってあの嬉しさが増して赤を選んでしまいました <laughs>。 好きになったらどうなっちゃうんですかね <laughs> どうなるんだろうなあのすごく分かるなと思うのはケーキを買っていったのに渡せなかった加藤さんに対してはものすごく共感するところがあってあの人これが好きって言ってたな集めてると言ってたなっていうちっちゃいプレゼントとか100円ぐらいのものでも好きな人にはやっぱりなんか嫌がられたらどうしようとか思って結局 買っていけなくて。なんか。好き酒って言うんですか。<laughs> なんかこう。なんかあの。好き、好きで避けるって言うんですか。<ー>ちょっとこう、あ,<ー>あの距離を。置いてしまったりとか。好き酒って。いう言葉があるんですね。女子高生が言ってました。えー、好き酒。好き酒っていうんや。好き酒しちゃうっていうのは。えー 自分にもあるかもしれないなと思いますす映映画 <laughs> 好き酒映画で今までで一番美穂さんがどう思ってるかっていうことをあまりなるべく考えないようにして<ー>あ、はい、お芝居しましまた田善さんは、ね、原作書かれて、はい、お二人見てていかがでしょ本当にもう完璧なキャスティング <laughs> <laughs> ほんまそう思いません、ね 嬉しいです。ずっとあの又吉さんとお話しする機会がなくて、はい、これは僕の好きな女の子じゃないって思われてるんじゃないかって <laughs> <laughs> 思ってたので今お話聞いてちょっと安心しました2二人で靴履き替えて履き替えてっていうか違う靴履いて歩いて信号のとこ行く時に、はい、あの一回やってみようって言ってやったらあのこうなんか。 こう,こ,うなこうなって2人なんですか、ね、ちょうど同じような感じの息遣いしてるような気がし, <laughs> <ー>したんですよですだけどずれてる感じがあいい2人でやれてるんちゃうかなというふうに思えた瞬間でした。